皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。前回の動画撮影の折から約2週間が経ち、暦の上では10月下旬になりました。この日の日中の天気は晴れのち曇り空、気温は11度から12度でした。朝晩はだいぶ冷え込むようになってきましたが、ここに至ってもまだ霜は降りていません。山の木々の葉は少し秋の色づきが目立ってきましたが、まだまだ緑色が生えています。北海道のシーズン最後の主要蜜源植物とされる友禅菊では、枯れ花の方が咲いている花よりも多くなってきました。ただ今や少数となった生きている花を、日中の暖かい時間帯にはミツバチが盛んに訪れています。さて今回は野良ミツバチのお話をしましょう。野良ミツバチについては以前の動画の中でほんの少しだけ触れたことがありました。自然界で捕獲されたミツバチの分蜂群のことを私たちはそう呼んでいるのです。野良という言葉には本来は家畜であったものが野生化したという意味がありますから、野良ミツバチは日本では自然界にいる西洋ミツバチのことです。ここが野良ミツバチの分蜂群を捕まえた場所です。8月23日のことでした。ただしこの風景写真はそれから3ヶ月経ってから撮影したものです。満開のオオハンゴンソウの葉に集合していたところを確保したのです。捕まえてから4日後に最初の内見を行いました。そして女王蜂がしっかりといることを確認しました。捕獲する時に使った巣板は3枚でしたが、2枚もあれば全群を収容することができそうな小さな群です。見つけた女王蜂に思わずマーキングしてしまいました。野良ミツバチを捕まえた時の対応としては、次の3つの選択肢が考えられます。1つは全て処分する、2つは処分するのは女王蜂だけで働き蜂は他の群に入れて使う、3つ目は女王蜂付きの独立した群として育てるです。この時点で経営主はこの群をどう処遇するかまだ決めてはいませんでした。しかし時間が経つにつれ、この群には病気や寄生虫がないことが分かってきました。素性がわからないコロニーなので、この点が何よりも心配だったのです。そこで独立した群として育てる方向に考えが傾いてきました。その際に乗り越えなくてはならないハードルは、秋が終わるまでに北海道の長くて厳しい冬を乗り越えるための準備を整えさせることができるかどうかです。冬を越すためには十分な数の働き蜂と、やはり十分な量の餌が必要です。越冬に入るまでに6枚の巣板が蜂と蜜でびっしりと埋まっている状態にまで持っていきたいところです。しかし暦はこの時点ですでに9月中旬であり、北海道の蜜源植物がこれから冬に向かって急速に衰えていくことを考えると、この基準を超えることはそう簡単ではありません。そこでまず他のコロニーに援軍を仰ぐことにしました。つまり別の群から巣板を2枚もらってきて、野良蜂の巣箱の中に入れたのです。もらった巣板には働き蜂と胞子と蜜と花粉がついていました。労働力と食物等を直接投入したのです。またこの映像では他の巣箱でできた蜜蓋と無駄巣を野良蜂の巣箱の中に入れています。蜜蓋には蜜がついていますし、無駄巣には蜜が溜まっています。そうした蜜をこの巣の働き蜂たちはきれいに吸い取って、自分たちの巣板にまで運んでくれるのです。秋になって蜜源植物が先細りしていく中で、少しでも蜜を提供しようとの配慮がここにはあります。この群からはもちろん全く採蜜しません。しかしこのように労働力と餌の加勢を行ってもなお、越冬までに蜂と蜜の巣板6枚という目標に達することができなかった場合には、
先ほどの第二プラン、つまり女王蜂を除いて働き蜂だけを他の群に合同させる選択肢もやむを得ない。この時点の経営主はそのように考えていました。さて、そうこうするうちに季節は9月下旬です。夏から秋にかけての主要蜜源植物であったオオハンゴンソウの花はここに来てかなりしおれてきています。そうした中で少しでも蜜集めの助けになればとの思いから、他の群が作った無駄巣を野良蜂の巣箱の中に入れる作業を続けています。いや、巣箱の中に置くのは無駄巣だけではありません。無駄巣をつかむときに手が密でベタつくのを防ぐために、手袋代わりに使っていたビニール袋までをも巣の中に入れておきます。ミツバチたちはビニール袋についているわずかな量の蜜までをもきれいに吸い取ってくれるのです。先ほども言いましたように、こうして集められた蜜はあくまでもミツバチ用の餌であり、人間が食べるものではありません。さて、10月になりました。私たちの心配をよそに、かなりうまくいっているようです。働き蜂たちは大変精力的に蜜を集めています。そして女王蜂はそれに負けてはいけないとばかりに早いペースで産卵し続けています。また育児も順調に行われて、働き蜂の数は増えてきています。秋だというのにです。その原因は、秋が秋らしくなく波外れて暖かい日々が続いていることにあります。友禅菊の花が独特の終末感を漂わせながらも蜜を盛んにほとばしらせています。また温暖な日々が女王蜂の精力的な産卵を促しています。しかし経営主は依然として慎重な姿勢を崩していません。こうやって巣板を一枚一枚注意深く点検しながら、さらに次にいかなる手段を取るべきかに思いを巡らせています。確かに蜜のたまるペースが他の群と比べるとやや遅いようです。ただこのように胞子がいっぱいついています。小さなコロニーを大きくするために今は産卵と育児に集中している。そのためどうしても蜜の消費量が多くなってしまって、蜜を貯めるほどの余裕はない。どうもそういう事情のようなのです。また他の群から加勢してもらっているとはいえ、働き蜂の数が少ないために蜜を集める能力自体が他の群と比べるとどうしても見劣りしてしまいます。要するに蜜を生産する能力が低いのに、育児のために蜜を大量に消費し、その結果として越冬に向けた蜜の蓄えができない、そういう状況のようです。これに対しては砂糖水を与えて給餌するという手段があります。しかし今年は幸いにも秋の流蜜が非常に太いので、この経営の他のコロニーが有り余るほどに集めた蜜があります。その一部を野良蜜蜂に越冬用の蜜として分け与えることができそうです。砂糖水よりも蜜蜂が集めた蜜の方がもちろん上等な餌です。蜂蜜の糖分は主にブドウ糖、果糖の単糖類からなっているので、それ以上分解されることなくそのまま消化器官から吸収されていきます。また蜂蜜にはビタミン C、B1、B2 などのビタミン類が含まれており、さらにカルシウム、カリウム、ナトリウムなどミネラルの宝庫でもあります。蜂蜜の成分は砂糖が主に初糖からなっているのとは大きく異なっているのです。ただ他のコロニーから蜂蜜をもらう際に気をつけなくてはいけない点は、餌と一緒に病気をもらわないようにすることです。10月になっても他の群が作った無駄巣をこのように給餌代わりに野良蜜蜂の巣箱の中に収めていますが、こうしたことを行う際にもやはり無駄巣の出所が健康な群であることが重要です。場面は変わって同じ場所の1週間後です。この時の内見からも前回と同様の問題が確認されました。
つまり、女王蜂が盛んに産卵して育児が順調に進んでいるのはいいのですが、そうであるにもかかわらず、いや、むしろそのために、蜜の蓄えが全然増えていないのです。すぐそこにまで迫っている、冬の到来を前に、砂糖水の給仕を行うのか、あるいは蜜を与えるのか、いずれにせよ外から餌を与える必要性が、ますます高まってきているようです。さて、今回の撮影の時の様子です。蓋と巣箱本体との間に新聞紙を挟んでいるのは、保温のためです。朝方には、気温が10度以下にまで下がるようになってきています。内検を行ったところ、やはり蜜が十分には溜まっていないことが確認されました。ただ、この間に女王蜂が旺盛な産卵を行い、さらに育児が順調であった結果として、働き蜂の数が越冬に耐えられるレベルにまで増えています。この時点でようやく、経営主は、この群を、女王蜂を伴う、独立の群として越冬させることを決断しました。ただ、貯蜜量が足りないという例の問題は、ここに至っても依然として残っており、それに対しては何らかの対策を取らなくてはなりません。そこで、他のコロニーが貯めた蜜を、実際にいただくことにしました。この場面は、他の群の継ぎ箱からもらってきた、蜜がびっしりと詰まっている2枚の巣板を、野良蜂の巣箱の中に入れているところです。ただ、画面上、一番手前に入れてあるのは、給餌器です。私は、先ほど、越冬のための砂糖水の給餌は行わないと言いましたが、ここに給餌器を入れてあるのは、給餌のためではなくて、保温のためです。外の世界と巣箱の中の空間との間の、干渉機材として給餌器を使っているのです。また、来年の春に越冬が明けた直後には、給餌を行う必要があるかもしれません。その時には、中に砂糖水を入れて、給餌器本来の使い方をするようになるでしょう。これからやろうとしているのは、越冬に使う巣板を、1枚だけ、減らす作業です。まず、胞子がついていない巣板を選び出して、次に、そこから、蜂を、巣箱の中に向けて、払い落としています。その巣板には蜜が溜まっているので、同じ巣箱の中の分割板で仕切られたエリアの中に入れておきます。そうしておくと、働き蜂は、この1枚の巣板が、自分たちの本来の巣の外に置かれているのだと認識するようになります。そのため、そこに溜まっている蜜を、きれいに吸い取ってくれます。さらに、吸い取った蜜を、分割板のこちら側の、本来の巣のエリアにまで運んで、そこで改めて蓄えてくれるのです。さて、ここまでは、8月下旬に捕獲した、とても小さな分蜂群を、私たちは迷いながらも一人前の群として認めるに至り、最終的に、独立した群として越冬させることを決断したいきさつをお話ししました。そこで、最後に、そもそも、どうして野良蜜蜂が存在しているのか、ということについて考えてみましょう。最もありそうなのは、これは、どこかはわかりませんが、他の養蜂家さんが飼っていた蜜蜂のコロニーから分蜂した一群だ、ということです。このように考えることが、常識的と言えるでしょう。他方で、北海道の自然界には、すでに、西洋蜜蜂が定着していて、私たちが捕まえたのは、そこからの分蜂群である、という考え方は、常識的ではないかもしれませんが、検討しないで最初から排除してしまうことはできないように思います。まず、日本の自然界に西洋蜜蜂が定着しないのは、オオスズメバチになすすべもなくやられてしまうからだ、と言われてきました。しかし、私たちは、西洋蜜蜂も蜂球を作って戦う場合があることを知っています。また、北海道には、西洋蜜蜂と生態的ニッチが重なる可能性のある、日本蜜蜂がいません。さらに、私たちが捕獲した野良蜜蜂の分蜂群は、あまりにも小さな群でした。通常、分蜂するときには、半分の蜂が巣から出て行く、と言われています。そうすると、私たちの野良蜜蜂を分蜂させた元の群自体も、巣板4枚程度の小さな群であった、ということになります。
8月下旬に人間が管理している養蜂場にこうした小さな群が存在し、しかもそこが分蜂群を出してしまうというのはちょっと考えにくい状況のような気がします。ですから野良ミツバチの由来についても今後さらに考えていきたいと思っているところです。今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ登録・高評価で応援していただけると嬉しいです。それでは次回またお会いする時まで、ごきげんよう。さようなら。